太陽系第三惑星地球、私たちが暮らし、私たちが知る限りただ一つの生命を育む天体です。その片隅に沖ユネスコ世界ジオパークがあります。日本海に浮かぶ沖諸島はどのようにしてできたのか。そこには地球の壮大な、そしてさまざまな現象が組み合わさった沖独特の事情がありました。人類が初めて宇宙へ飛び出してから50年以上が経ちました。そして宇宙からの映像を通して地球の表情を客観的に知ることができるようになりました。しかし私たちが暮らす大地の成り立ちをどこまで分かっているのでしょう。沖ユネスコ世界ジオパークに広がるその海も山も島も、火山の噴火、風や波、大地の変動などさまざまな力の組み合わせが働いて長い年月をかけて成り立っています。現在の風景となるまでにはいくつもの出来事がありました。沖諸島は日本海に浮かぶ離島ですが、そもそもどうして陸地から離れたこの場所に島々があるのでしょう。この謎は日本海の海底の地形から紐解けます。日本海を満たしている海水を取り除くと、浅い海底と深い海底の二段構えになった地形が現れます。平均水深がおよそ2000メートルの深く平坦な海底に対して、沖諸島は浅い海底で本州とつながっているのがわかります。浅い部分の海底は深さ100メートルにも満たないところもありますが、沖諸島は点在するその一つに乗っています。沖と日本列島はもともと大陸の一部でした。この浅い海底と日本列島を大陸の岸に集めて敷き詰めてみると、まるでパズルのようにピタリと一致します。およそ2000万年前、ユーラシア大陸の東海岸で大地が割れ始め、日本列島と日本海が形成された時に、日本海の中に欠片として取り残され、日本列島よりも少しだけ深く沈んでしまった陸地がこの海底にある高まりだったのです。それを裏付ける証拠の一つが、沖で最も古い岩石、沖片麻岩です。片麻岩はプレートの動きによって2つの大陸が衝突するような場所にできる岩石で、日本列島の分離が起きるよりもさらに古い、およそ2億5000万年前、現在のユーラシア大陸の一部を構成する2つの大陸がぶつかることによってできました。大陸同士がぶつかる現場では、地表の岩石が地下に引きずり込まれて加熱され、マグマが形成され、衝突面に沿って火山の列ができます。その火山の地下深くでできる岩石が片麻岩でした。日本海が形成される以前、日本列島がいまだ大陸の一部だった時代に、この片麻岩はプレートの衝突面に沿って地下に長く帯状に広がっていたはずです。やがて大地が割れ、日本海が形成されていくと、引きちぎられ飛び地的な分布になりました。
隠岐片麻岩の分布がそのことを証明します。大陸のかけらである浅い海底の高まりに乗っていた隠岐諸島、日本海に孤島のように浮かんで見えるゆえんです。日本海の数ある大陸のかけらの中で隠岐諸島がどうして海面から顔を出したのでしょう。しかも島前島後という2つの陸地がなぜこれほど形が違うのか、この不思議を紐解いてくれるのがそれぞれの島を作っている岩石です。その運命の分岐点となった要因は驚くほど単純です。大陸のかけらとして生まれた隠岐が島前と島後に分かれたのはおよそ600万年から500万年前に起きた火山活動でしたが、噴火した火山から出てきた溶岩の成分が異なっていたのです。島前では玄武岩、島後では流紋岩を主な成分とした溶岩が噴き出しました。島前に多い玄武岩の溶岩は粘り気が少なくサラサラなため、地下からまっすぐに上昇して地上まで噴き出す一方、島後に多い流紋岩の溶岩はベタベタと粘り気が強いために溶岩ドームを作り、もたつきながら土地を大きく押し上げ、ガスや熱が中にこもって爆発的な噴火をします。火山に由来する溶岩という点では同じでも、その成分が違うだけ、たったそれだけのことが噴火の規模や作る山の形だけでなく土地の隆起量にまで違いを引き起こすのです。この溶岩の違いによって生じた島前島後の隆起量の違いが地形に違いを生み出した最大の要因でした。もしこの隆起量の違いがなければ隠岐はどうなっていたでしょう。試しに島後を100メートルほど沈めてみましょう。随分と島前に似た姿になりました。基本的な形が同じだったにもかかわらず、島後に島前のような内側の海がない理由は隆起量の違いから説明できるのです。しかし違いは隆起量だけではありません。岩石の種類の違いは石の色や風化や浸食の進み方にも影響し、それぞれ大きく異なる海岸の景観を生み出しました。また内陸の景観でも険しい山々が連なり、崖や滝が多い島後に対して島前は緩やかで崖や滝が少ないのが特徴となっています。大地を削る風化や浸食の進み方の違いがそれぞれの島の風景に大きく影響を及ぼしたのです。同時に大地の浸食には川が重要な働きをします。島前には内側の海があり島後にはないことから、島前に比べて島後の川は非常に長くなっています。そして川が長い分流域面積も広くなり、平地の形成に大きく関わりました。河川の浸食は山から土砂を削り出し下流に堆積して平地を作ります。家と田畑を作る土地に最適なその平地に人は集まります。平地を白色で集落を点で落としてみると集落の多くが平地と重なります。平地の広さはその土地の人口に直接関係していたのです。島前の人口が島後の3分の1ほどとなる大きな理由の一つがこの平地の広さの違いです。しかし
平地の少ない島前でも唯一はっきりと分かる大きな平地があります。後鳥羽天皇を祀る隠岐神社がある中之島の北部です。実はこの平地には特殊な成り立ちがあったのです。元は幅広い谷でしたが、およそ280万年前、その東側で小さな火山活動が起こりました。その時流れ出た溶岩が谷を埋めたことで、向きが変わって長くなった川が土砂を運び、大きな平地を作りました。この島前の噴火以外にも小規模な火山噴火は幾度も起きていました。しかしそれらは全て玄武岩の噴火によるものだったため、主に流紋岩からなる島後にも緩やかな火山地形が見られます。島後の空港がある平らな地形の半島もその一つです。およそ50万年前の噴火によって流れ出た溶岩によるもので、空港はその火山の上に作られていたのです。こうした散発的な噴火で地上に流れ出てきた隠岐の溶岩の中に、地球内部のマントルという領域の岩石のかけらが含まれていることもあります。マントルゼノリスと呼ばれる珍しい岩石のかけらです。壮大な地球の力を目の当たりにできるかけがえのない隠岐の魅力です。一連の噴火を最後に隠岐の火山活動は終わり、岩石の形成も終わりました。しかし地形は変化し続けます。その最大の要因は海水準の変動です。この200万年ほどの地球では氷期と呼ばれる寒い時代が幾度も訪れ、その度に氷河の発達によって海水の量が減り、海面が下がりました。現在よりも100メートル以上海面が低くなった時代が幾度もありました。隠岐と本州を結ぶ海峡の水深は80メートル、島前と島後の間は60メートル、島前三島の間の水道は30メートルくらいのため、氷期が訪れて海面が下がると隠岐の島々の周囲の海底が干上がって一つの大きな島となり、時には本州とつながった半島になっていました。その度に陸続きになった本州から生物たちが移り住んできました。現在の隠岐で見られる北方系の生物はこの時に移り住んだものと考えられています。最後に隠岐が半島となったのは今からおよそ2万年前、旧石器時代のことでした。生物の移動を誘った海面の変動は波によって侵食される海岸の場所も変えていきます。今私たちが目にする海岸の絶景は海面の高さが現在と同程度になったおよそ7000年前以降に作られたものと考えられています。隠岐の海岸にもう一つ大きな特徴があります。潮の満ち引きによる海面の差がとても小さいということです。日本では一般的に1日の潮の満ち引きの落差が1メートルから2メートルですが、隠岐を含む日本海側では日に30センチ程度しかありません。その原因はやはり日本海の形と海底地形にありました。もう一度見てみましょう。日本海と周囲の海をつなぐ海峡はどれも狭く浅くなっています。この海峡が潮の満ち引きをもたらす海水の移動を阻んでいたのです。日本海では太平洋で満潮になった海水が流れ込みきる前に次の干潮が来てしまうため、太平洋側ほどには潮の満ち引きが起きないことになります。
浜辺に作られた船を収容する小屋が並ぶ伝統的な隠岐の船小屋です。漁村ならどこにでもありそうな風景ですが、実は日本国内でも日本海沿岸でしか見られません。船小屋の並ぶ海岸線は潮の満ち引きが少ないために、船小屋から波打ち際までの距離がほとんど変わらないからこそ成り立つ漁村の風景なのです。私たちの暮らしや文化、そして身の回りの自然景観は地球の力が作り出した大地の上に育まれてきました。隠岐ユネスコ世界ジオパークの大地の成り立ちは、風景を通してそのことを私たちに教えてくれます。